ナンバーアンダーラインアイがマクドナルド CM で見せる素顔。15ピース490円のナゲットプロモーションに感動。私は朝から忙しく街を駆け回っていた。道を歩きながらスマートフォンをチェックすると、人気グループナンバーアンダーラインアイの新しい CM メイキング映像が公開されたことを知った。マクドナルドのチキンマックナゲットのプロモーションで、15ピースが490円という驚きの価格だ。 その映像には、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが楽しそうに撮影に挑む姿が映し出されていた。彼らの笑顔とエネルギーは、見る者に元気を与えてくれる。朝からの忙しさも忘れて、その映像に釘付け気になってしまった。私が最初に感じたのは、彼らの自然な演技とチームワークの素晴らしさだった。メイキング映像では、普段は見られないリラックスした表情や、仲間同士の温かいやりとりが垣間見える。 特に、リーダーの翔くんがナゲットを手に取り、これうま、と言いながら満面の笑みを浮かべるシーンが印象的だった。彼の一言で、その場の雰囲気が一層明るくなるのがわかる。視聴者として、その場に居合わせたかのような臨場感を味わえる瞬間だった。私もすぐにその特別価格のナゲットを試してみたくなった。仕事帰りにマクドナルドにより、家族と一緒に15ピースのナゲットを楽しんだ。 期間限定のソースも試してみたが、辛すぎず、程よいアクセントが加わってとても微妙しかった。みんなでワイワイと食べるうちに、あっという間になくなってしまった。このようなシンプルな喜びが、日常に彩りを加えるのだと改めて感じた。ナンバーアンダーライン愛の CM は、単なる商品の宣伝にとどまらず、人々の日常に小さな幸せを提供するものだ。彼らの楽しそうな姿を見ていると、 自分も自然と笑顔になり、その瞬間を共有したくなる。メイキング映像を見た多くのファンも、同じように感じたに違いない。SNS 上では、ファンたちがハッシュタグナンバーアンダーライン愛とナゲットアイというハッシュタグを使って、自分たちのナゲット体験をシェアしていた。あるファンは、家族全員でナゲットを楽しんだ様子を写真と共に投稿し、別のファンは友達と一緒にナゲットパーティーを開いたことを報告していた。 これらの投稿を見ていると、ナゲットが単なるファストフードではなく、人々をつなげる媒介となっていることに気づく。忙しい日常の中で、ちょっとした休息や楽しみを提供する存在として、ナゲットは重要な役割を果たしているのだ。特に、ナンバーアンダーライン愛の影響力は絶大で、彼らのファンがその喜びを共有することで、さらに多くの人々に広がっていく。CM メイキング映像の公開を機に、 私はナゲットの持つ魅力について深く考えるようになった。そのシンプルさと手軽さが、現代の忙しいライフスタイルにぴったりと合致しているのだ。また、友達や家族と一緒に楽しむことができるため、社交的な場面でも重宝される。ナゲットを囲んで笑顔が生まれ、会話が弾む。その瞬間が何よりも貴重だと感じる。さらに、ナゲットの魅力を引き立てるのは、そのバリエーション豊かなソースだ。 期間限定のソースが定期的に登場し、新しい味を試す楽しみがある。今回の CM では特にそのソースのバリエーションに焦点が当てられており、辛さや甘さ、酸味など、様々な味わいを楽しむことができるよう工夫されている。これは、マクドナルドが常に顧客のニーズを考え、飽きのこない商品展開を目指していることを示している。私自身、ナゲットの新しい楽しみ方を模索するようになった。 例えば、自宅で手作りのソースを作り、オリジナルの味を楽しむことも一つのアイデアだ。また、ナゲットを使った簡単なレシピを試してみることで、食卓に変化を加えることもできる。こうした工夫をすることで、ナゲットの可能性は無限に広がる。ナンバーアンダーライン愛の CM メイキング映像がもたらした影響は、単なる一時的なものではなく、長く続くものであると感じる。 彼らの明るい笑顔と楽しそうな姿は、多くの人々に元気を与え、日常に彩りを加えてくれる。私もその一人として、これからもナゲットを楽しみ続けたいと思う。そして、次の CM がどのような驚きをもたらしてくれるのか、今から待ち遠しい気持ちでいっぱいだ。このように、ナンバーアンダーライン愛とナゲットの組み合わせは、単なる広告以上のものを提供している。それは、 日常の中に小さな喜びをを見つけけるる手助けをしてくれる存在だ私たちはその瞬間を大切にし、共有することで、さらに多くの幸せを広げていくことができるのだろう。次回の CM やメイキング映像が公開される日を楽しみにしながら、私は今日もナゲットを手に取り、笑顔でその瞬間を味わうのだ。私のナゲット愛は、特にナンバーアンダーライン愛とのコラボレーションを通じてさらに深まっていった。 彼らの楽しそうな姿を見るたびに、ナゲットがただのファストフードではなく、特別な時間を共有するためのアイテムであることを実感する。ある日、友人たちと集まって、ナゲットパーティーを開いた。部屋をナンバーアンダーラインイのポスターや装飾で飾り、彼らの音楽を流しながらナゲットを囲んで談笑する時間は、まさに至福のひとときだった。友人たちもそれぞれがナゲットにまつわる思い出やエピソードを語り合い、 その場は笑いと会話で満ちあふれた。その時ふと思ったのは、ナゲットの魅力はそのシンプルさと柔軟性にあるということだった。さまざまなソースやディップと合わせることで、全く新しい味わいを楽しむことができる。また、ナゲット自体が他の料理ともよく合うため、サラダやサンドイッチの具材としても活躍する。ナゲットを使った創作料理を考えるのも楽しく、私たちは、 ナゲットの達人を目指して様々なレシピを試してみた。ある日、私はインターネットでナゲットを使った創作料理のアイデアを探していた。そこで見つけたのが、ナゲット寿司というユニークなレシピだった。ナゲットを寿司のネタとして使い、シャリの上に乗せて食べるというものだ。その斬新な発想に興味をそそられ、すぐに試してみることにした。結果は大成功だった。 ナゲットのサクサク感とシャリのもちもち感が絶妙にマッチし、新しい食体験を楽しむことができた。ナゲット寿司が成功したことで、私たちはさらに多くの創作料理に挑戦することになった。ナゲットタコスやナゲットピザ、さらにはナゲット入りのスープまで、アイデアは尽きることがなかった。友人たちと一緒に料理を楽しむ時間は、まるでナンバーアンダーライン愛の CM のように笑顔が絶えなかった。 その過程で気づいたのは、ナゲットが持つ可能性の広がりと、それを楽しむ心が大切だということだ。ナゲットを囲むことで生まれる会話や笑顔、そしてその瞬間の楽しさは、日常の中での大切なひとときとなる。私はナンバーアンダーライン愛の CM を通じて、ナゲットが持つ力を再認識し、それを共有することの喜びを学んだ。彼らのエネルギッシュな姿に影響を受け、 私たちも日常をもっと楽しく、もっとクリエイティブに過ごすことができるようになった。また、SNS でのファン同士の交流も、ナゲットの楽しみ方を広げる一助となっている。ファンたちは自分たちのナゲット体験をシェアし合い、共感やアイデアを交換することで、さらに多くの楽しみ方を発見している。あるファンは、自作のナゲットソースのレシピを公開し、それが大きな話題となった。別のファンは、 ナゲットを使った家族でのクッキングチャレンジを紹介し、その創意工夫に多くの人々が感銘を受けた。こうした交流を通じて、ナゲットは単なる食品から、コミュニケーションツールへと進化している。私もその流れに乗り、ナゲットにまつわるエピソードやレシピを SNS でシェアするようになった。すると、多くの反響があり、知らない人々との間に新たなつながりが生まれた。ナゲットを介して広がるコミュニティの輪は、 予想以上に大きく、温かいものであった。ナゲットがもたらすこの一体感は、まさにナンバーアンダーライン愛の CM が目指していたものだろう。さらに、私はナゲットの魅力をもっと広く伝えるために、地元のイベントにも参加するようになった。例えば、フードフェスティバルでのナゲット試食会や、ナゲットをテーマにした料理教室など、さまざまな活動を通じてその魅力を広めていった。こうした活動を通じて、 多くの人々と出会い、ナゲットへの愛を共有することができたのは、とても貴重な経験だった。ナンバーアンダーライン愛の CM メイキング映像から始まった私のナゲット愛は、今や生活の一部となり、多くの人々とのつながりを生むものとなっている。その背景には、ナゲットの持つシンプルでありながら無限の可能性と、それを楽しむ心がある。そして、その心を共有することで生まれる笑顔や会話。 そして絆は、何よりも大切なものであると感じている。次回のナンバーアンダーライン愛の CM やメイキング映像がどのような驚きや喜びをもたらしてくれるのか、今から楽しみにしている。そして、その映像が再び多くの人々に笑顔と元気を届け、ナゲットの魅力を再認識させてくれることを願っている。私もその一員として、ナゲットを囲む楽しさをこれからも広めていきたいと思う。そして、 ナゲットを通じて生まれる新たな出会いや発見を楽しみながら日々の生活を彩っていきたい。